どうも、皆さん。リコです。とっても久しぶりに統合版マインクラフトをやっていきます。投稿が遅くなってしまい申し訳ありません。いつも言ってますね、これ。今回は前回セーブデータが飛んだことがショックであったのと、Java 版のマインクラフトのサーバーゲームが楽しすぎたため、投稿が遅れました。前回の動画でゴーレムトラップを作ると言っていましたが、再検証が終了していないので、別のトラップを作っていきます。このワールドはワールドスポーンの近くにスケルトンスポナーとゾンビスポナーがありました。そのため、本日はスケルトンスポナーを使った落下式スケルトントラップを作っていきます。スケルトントラップを作るのに廃屈か、理由がありますが、その最もたる理由がいらないからです。いらないのならば作らなくていいじゃんと思うかもしれないですが、ゾンビスポナーのトラップの予行演習としてはちょうどいいので、作っていきます。今回はいつものような意味のわからない雑談は少なめにします。YouTube のアナリティクスを観察したところ、関係ない話は本当に関係ないことが分かったので、解説系を多めに今回はお送りします。まずはスケルトンが枠範囲をくり抜きます。こちらは部屋の広さは 9×9 の高さがスポナーから上が2マス、下が2マスで結構です。動画の方ではうろ覚えでやっていたので下3マス掘り抜いていますが、脇にはあまり関係がないはずです。9×9 の範囲でくり抜く、理由はマインクラフトにおける水流の性質があります。水流は水源を含めて最大8マスまで流れます。モンスタートラップはその性質上モンスターを1かところに集めます。そのため光誘導式やランダムウォーク式などのいろいろな方法が存在しています。水流式は最も単純な公式でモブが水流に乗るという性質を使います。この際に8マスということを覚えておくと、どこを掘り抜けば水流が延長されるのかが計算でわかります。次に、モブをさらに1かところに集める水路を作ります。水流は8マスまでしか伸びないため、段差を作ることで水流を延長しておきます。今回作成するトラップは落下式のため、一度上に上げてから落とす必要があります。そのため、ソウルサンドエレベーターを用いて上まで上げます。座標的に地表に近いため、エレベーターが地表に露出しますね。そこら辺波動でもいいです。アクセスが楽になるため、地表に待機所を作りたいですね。ということで、天井に穴を開けて地表からスポナーが稼働する範囲を調べます。スポナーが稼働する範囲はスポナーを中心として大雑把に16マス離れたところまでらしいですが、目視で確認した方が確実ですし、考えなくて済みます。というわけで、確認完了です。待機層は地表から少し上でも大丈夫そうですね。安心して地表付近に待機場が作れることが確認できました。次は落下距離の計算です。といっても落下距離は22マスと決まっています。しかし、これも数えるのは面倒くさいので、卓をさせていただきます。一般的なゾンビやスケルトンは我々プレイヤーと同じ体力及び防御力を持っています。つまり、上空に伸びた塔から地面から1マス上に落下した際に自分が確実に倒れるギリギリを見極めればいいのです。というわけで、今から何回か落下の作業を行います。さて、このように考えなくていいような作り方をしてはいますが、このトラップは実は失敗しています。プレイヤーが防具を脱いでギリギリ体力が削り切られる高さに設計してありますが、スケルトンやゾンビなど鼻でか落下している途中で体力を全損します。経験値トラップ化する予定はないのですが、少しもったいないですね。まあ、弓は釣りで手に入りますから、骨と矢が手に入るだけでも十分でしょう。経験値トラップにする場合は落下距離を減らし、ピストンとクロック回路を用いたトライデント式を使います。また、統合版マインクラフトはバグなのか仕様なのかよくわかりませんが、スポナーから出てきたゾンビをドラウンドにしてもトライデントをドロップするため、ゾンビは気合を入れて治安と作るつもりです。という感じで、スケルトンを落下させる塔は完成しました。
とは水を敷き詰めて動作確認のみです。塔を上がらせるためのエレベーターは 1.16 ではもうおなじみのソウルサンドエレベーターです。昆布で水流が水源になる仕様を見つけてくれた人には感謝ですね。おかげで氷を探さなくてもシルクタッチのツルハシを用意しなくてもよくなりました。はい、というわけで1時間で簡単に作れるスケルトントラップの完成です。作業時間は1時間、かなり治療に近かったということもあり時間がかかる掘るという作業が少なく済みました。次回はゴーレムトラップの検証が終わればゴーレムトラップを作っていきたいなと思っています。一応食用ブロックのアクセスの謎は半分ぐらい解けました。あれって2段重なっている場合片方しか認識されないんですね。全体的にのんびり進めていきたいと思っています。ここまでご視聴いただきありがとうございました。YouTube の方はチャンネル登録や高評価を、ニコニコ動画の方はフォローや広告をしていただけると大変喜びます。最後になってしまいましたが、前々回ぐらいの動画の広告ありがとうございます。では、次回もよろしくお願いします。